ございます。当職系でございます。ではですね、本日もちょっとスマスゴ関連いきたいと思うんですけど、と言いながらね、ちょっと星のリゾートの画面なんですけど、今実はですね、北海道の方にちょっと仕事で来てまして、で、まあ、知床の方にね、来てたんですけど、まあ、女満別の空港で降りて、そこから車で、2時間半ぐらいですかね。3時間かも、知床の方に行ってきました。で、まあ、現地の人とね、ちょっと一緒に動いてて、で、摩周湖の方にね、ちょっと連れて行ってもらったっていうか、まあ、車2台でね、行ってきたんですけれども、そこの近くにね、川湯温泉ってあるんですよ。もうちょっと言い方悪いんですけど、もうかなり廃れた温泉で、もうゴーストタウン化ぐらいまで、の勢いで、もホテル、やってるホテルなんてもう数軒しかなかったんですけどね。まあそこでですね、ちょっとこのニュースの中には出てないんですけれども、かなり先なんですけどね、2026年開業の、もう、あれです。その地域をね、一体としてですね、ブランド展開する。甲斐長門ってご存知ですかね。山口県の長門の、そこもね、星野リゾートが、ちょっと街全体をね、活性化させるっていうところで、甲斐を、開業したんですけど、まあ、それに近しい感じです。で、行った所感としてはですね、個人的な所感。やっぱ星野リゾートすごいっすね。近くに硫黄山かな、硫黄山か、ちょっと呼び方どっちか忘れたんですけど、があって、まあ、本当に山からね、硫黄が出てるような感じで、多分温泉の質は間違いなくいいんですよ。でも、ただかなりね、街として廃れてて、オープンしてる店とかなかったら飲食店はほとんど開いてないんじゃないですかね。まあなんでね、そういったところをね、地域活性化するっていうのはすごいですし、まあおそらく多分来ると思うんですよね。物が、質がやっぱいいんで、はい。温泉の質が多分圧倒的にいいと思います。というところでね、いや、すごいな、星野リゾート。というところで見ててですね。うん。で、まあただ株価の位置はね、こんな高いんですけど、いやー、これ多分またぐいぐい来るんじゃないですかね。で、やっぱ、開業のペース早いですし、甲斐もね、奥飛騨とかでやるみたいなんですよね。高山といえばね、もう、稼働しないですし、高山といえば、あれなんですよね。昇竜道といって、名古屋から金沢にね、行く、上に抜けるね、ゴールデンルートが実はあるんですけど。で、長野県のね、松本からもね、奥飛騨、車で2時間ぐらいですかね。うん。松本でね、一泊して、周辺泊まって、飛騨の方に行くとかっていうルートもあるし。まあ結構ね、ほんと楽しめるエリアかなと思って。うん。いや、素晴らしいですね、ほんと。サブスクも始めるというところで。はい。ちょっとね、余談になってしまったんですけど、まあ、なかなかね、川湯温泉ちょっと行く機会ないかと。まあ、ある方はね、あるかと思うんですけど、なかなかないかなと思ったので、まあ、本当ね、ゴーストタウン化しているというところを活性化するというと、ちょっとね、かなり楽しみにしているというところでした。はい。で、ちょっとなかなかね、スマホからしか見えてないんですけど、まず現代人進出ね。うん。いやー、これなかなか残念ながらね、下がっちゃって、やっぱ75日線でね、反発してきそうなとこですよね。で、まあ25日線でちょっとやられてきちゃったっていうとこあるんですけど。うん。まあ、こっからちょっと戻ってきたら、おそらくここ抜けてくると思うんですよね。もう悪材料ないと思うんで。っていうか、あれも悪い材料じゃないと思うんですけど、個人的にはね、やっぱただ自社株買いがね、うん。ちょっと発表して欲しかったな。まあトップラインのね、伸びも悪かったんですけど。まあ、いい点としては営業利益率がね、上がってきてるっていうのと、やっぱ公営ギャンブル、パチンコだけに依存しないところ。
で、公営ギャンブルの方はね、結構いい感じなところもあるので、はい。まあ、いいんじゃないでしょうかね。ちょっとね、様子見たいっすね、ここ。25日線上抜けてくれば、500のとこ、500、個人的にはね、やっぱ500円のところまで、これ週足なんですけど、行くんちゃうかなと思ってるんですけどね。ここを抜けてくればね、550、600と次の展開見えてくるんですけど。はい。決算としては個人的には、その、悪い内容ではないと思っているので。で、ここ自社株買いすれば、焼却もね、多分セットしになってくると思うんで、はい。まあ、ほんとね、長期とかで持つんだったら結構いいんじゃないかなと。利回りもね、4.9% ぐらいあるし。で、まあ、実際ね、増配もしてるので、はい。まあ、ちょっとね、注目してみてもいいんじゃないかなと思います。あとは、まあ、チャンスね。ほんとね、情報修正出すんかよと思って、これはね、予想してました。多分、より点になるなというところで。まあ、一部ね、やっぱ持ってはいるんですけど、はい。より点で言ったし、PTS なんであんだけ反応してるのかっていうのがね、ちょっとわかんなかったんですけどね。まあ、明らかに多分、もう折り込んでるんですよね。他が、情報修正出して、もうゲームカード出してわかるじゃないですかっていうところでね。そうなってきたんですけど、まあ、でも25日線意識されてるので、はい。まあ、ここも次なる展開に向けてっていうところあるんですけど。ただね、やっぱここもね、あれだけっていうか、まあ、かなりキャッシュ持ってるんで、株主還元にもね、してほしいですけどね、まーちゃんも。はい。まあでも今回のこの下げでちょっと上で多分しこりが出てるはずなんで、まあそこを溶かしていく感じで、上で目指していけるんじゃ、徐々にね、行ってほしいですけどね、こんな感じに。はい。で、まあ、3200を超えて、次なる展開は、ここですかね。3500。はい。次の決算のね、5月15の来期のガイダンスとこまで、行ってほしいなってとこあるんですけど、ただ、勝負はそこですね。来期のガイダンスで、もうかなり保守的に行くんだったら、もうちょっと、一旦手放しかな、というところで、で、まあ、落ちたらちょっとまた拾ってみて、様子みたいなって感じはするんですけど。はい。というところが、まーちゃんですね。で、まーちゃんが来れば、ゆうちゃんというところで、ユークスもね、個人的にこれちょっといい感じになってるんじゃないかなと思ってます。横横して。はい。で、ようやく25日線とか立ち、ここが抜けてくればね、結構熱い展開が待ってるんじゃないかなと思ってて、はい。ユークス、はい、いいなとは思います。ここね、業績、今期の業績絶好調というところで、で、あと自社株買いね、これ買ってんのかどうかなんですよね。で、まあ大体、5万株ペースぐらいの出来高落ちてきてるんですけど、半分ぐらいね、ここ残ってるんで、で、前回の方を見ると、やっぱ上限額まで買ってないんちゃ買ってないんですけど。でも半分のね、残しっていうのはちょっとね、どうかなと思うんですけどね。はい。というゆうちゃんでした。アクセルなんですけど、アクセルはね、ちょっとなかなか横横の展開なんですけど、まあ、下引きで2連発伸ばしてるので、まあ、ぼちぼちね、反発していってほしいとこではあるんですけど。まあ、なんせね、ただチャートはあんまりよろしくないですよね、これ。まあ、でも週足でね、この26周線タッチしてるので。で、75日線。ここでそろそろ反発していってほしいですけどね。はい。まあ、アクセル、業績に関してはいいと思ってるので。で、ぼちぼちっていうか3月末でね、この自動運転のやつ。これはもう終わって評価が多分今ね、そろそろ出てくるんじゃないかな。決算と同時に出るのかな、わからないですけどね。はい。
まあ、アクセルもね、ちょっと引き続きで見ていけばいいんじゃないかなと思います。でね、大黒電機もね、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、ちょっとこれもね、PTS で反応してて、なんでお前も反応してんのっていう感じだったんですけど、せっかく、ちょうど3000ぐらいで押してきたんですけどね、そこでまあ拾ってたんですけど。まあ残念ながらここもね、ちょっと沈んじゃったというところで、煽りを受けたんですけど。はい。まあここもね、やっぱ3000とか硬い感じはしますね。うん。まあなんせね、このつぶだいフィールズもいるんで。で、まあフィールズもね、ちょっと今弱いですよね。ちょっと一時期のぐいぐい来る強さは、どこへやらと。まあでも出来高はね、100万株近くはあるので、まあそんなにね、衰えてはないっていうところではあるんですけど、うん、まあなんせね、ただちょっと、勢いはね、感じないですよね、今のところ。まあ、ただここは、ここも多分業績待ちなのかな、どうなんでしょうね。でもまあ、ここに関しては、その大黒電機をね、収めたっていうかあれなんですけど、大黒電機とね、株をゲットしたというところで、大黒電機の持ってるデータとかね、うん、多分ここら辺が持ってるので、そういった展開、新たな展開があるんじゃないかな、というところと、ネットフリックスね、ウルトラマンが結構面白いんですよね。あれシーズン3がなんかファイナルシーズンみたいなんですけど。うん。まあそういった IP の展開があるので、ちょっとね、フィールズ見ていきたいと思います。すいません、間違えました。6460ですね。あとね、セガサミーね、ちょっと、急にね、下げちゃってて、やめてほしいですよね、この、アングリーバード。なぜ今、アングリーバードなんかというところでは、あるんですけど、逆にね、また落ち目が来たんで、で、今このゴールデンクロスはまだ継続中で25日線のね、ところの下限ラインにいるんで、うん。ちょっとここからどうなるかなんですけどね、横横してくるのか、落ちた分反発してくるのかなんですけど、うん、ちょっとね、打診で入ってみても面白い位置かなと思いますね、セガサミー。まあ、ここどうなってくるかなんですけどね。まあ、ぼちぼちで決算があるんで、まあ、もしかしたら横横の展開が待ち受けているかと思うんですけど。はい、今期どうなのか気になるところですね。セガサミーは。はい。最後にね、ちょっとゲームカードチョイコスね。うん。ジョイコちゃんも、こんな感じで来てて。うん。ちょっとね、弱い感じなんですけど。まあ、ここがね、ダブルボトムっていうか、まあ、ここを含めるとトリプルボトムなんですけど。まあ、ここをね、最後にして、ケツにして、上がってくるか。まあ、ここはね、上がったらもう、手がつけられないくらい上がる。まあ、下がるときもそうなんですけど。なんで、どうなってくるかなんですけどね。まあ、ここはね、まあ、決算発表が5月1日、ここを待ちかなというところはあるんですけど。はい。まあ、ここも株主還元動いてくるかどうかとか、今期のね、ガイダンス次第で、うん、どうなるかってとこなんですけど。はい。で、まあ、最後にね、今、スマスロ関連の人気テーマはどうなのかと。まあ、16位で、まあ、意外にね、落ちないんですよね。うん。まあ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 。いいんじゃないかなと思いますね。はい。ただね、本当に今期のガイダンス次第で多分、スマスロ関連、上か下かどっちかに
行くかなと思う。まあ、下のね、持ってる方は、まあ、そのままね、持っていけばいいんじゃないかと思うんですけど、新たに入る方はね、結構注意深く、うん、展開見ていった方がいいかなと、銘柄にも持ってくるんですけど、とは思ってるところです。はい。まあ、ジャルコとかもね、今横横なんで、ここも決算待ちかなというところあるんですけど。はい。まだ引き続きね、なんか、面白いテーマとか見つけたら、紹介していきたいと思います。以上です。